それじゃカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴか、やばいぜ。流れるようにスムーズだ。すぐ壊れそうだぜ。ガリガリに攻めているわけでもない。ついていけてるのはなぜか。こんなもんじゃないはずだ。ドキドキするぜ。初めて一人乗務した時みたいな高揚感だ。五感の全てを総動員してこの体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超人的なスピードの本質を。タイムアタック並みに攻め込んでるのに全然当たらない。後ろからじりじり来るような嫌な感じのプレッシャー、どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうか、分かった。学芸大学を通過して藤原が先行。差は開いてないぞ。スタートから相手のドライバーはドラテクよりも戦略で勝つタイプだ。現存しない車を持ち出してきたことは想定外だが、旧5000系だったのはむしろ幸運だ。藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだが。なら心配ねえな。藤原は D に入るまでたった一人でずっと勝ち続けてきた。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。なんだ、関西最速ダウンキラーって聞いてたけど、こんなもんなのか。期待して損した。なんかつまんねえ。なんだこれ。さす、取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろう。だったら誰が運転したっていいじゃないか。違う、そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消した。今すぐ元に戻せ。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。信彦君は考え違いをしているよ。命をかけるってこういうことなんだ。うっそだろう。こんなところであっさりと前に行かれた。あんなでたらめなツッコミで大外から抜くか。なんだありゃ、むちゃくちゃだけど早い。おっと思い出した。この下品でブチ切れてバカっぱやな走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて、100万年早えな。見せやれ。武蔵小杉を通過、母船が先行。さすがだぜ信彦。このまま逃げ切ってくれ。京子、信彦がプロジェクト D に一泡吹かせてくれるかも。だぜ。どう？くっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけど、コーナーで負けてる。けどこのポジション、母船の挙動は丸見えだ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんてただごとじゃないぞ。本当に大丈夫なのか。わかんねえよそんなもん。藤原次第だ。さっき心配ないって言ったじゃん。動力戦は
が全長25キロと比較的短い路線だから先に仕掛けて逃げ切った方が有利なのは間違いないが、後半の戦況は藤原なら十分チャンスはある。圭介と言うと俺たちにできることは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうかというか。信彦が取った。関西最速のダウンヒラー阪急一世を完全に抑えてる。まさか音なのか。まもなく4番線のロブヒコが前なんですよ。本当だ。通過いたします。よし、いいぞ、押さえてる。いけー。お下がりください。なんだロブヒコじゃない。これはどういうことなんだ。聞くのを過ぎた。ゴールまでわずか。いっそこのまま勝ってしまうか。どうせ誰にもわからないんだ。いや、ダメだ。なんとかしないと。信彦くん、信彦くん。僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。いられないようついていくだけでもギリギリな相手だけど、時々妙にユーズのツッコミをするのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方が良い。しかし鉄道はレールと車輪が結合し、バスがそんなに滑りやすいので、ある程度の重量感は粘着力。ブレーキングではフロントに荷重を移動し粘着力を稼ぐ。上り勾配ではフロントに荷重を寄せて粘着力が増す。限界を超えた領域でのみ顔を覗かせる。これが超軽量車からの弱点。つまり東急5000系は上り勾配の突っ込みに弱いってことか。無助手のアドバイスもそういうことだったんだよね。アドバイス？何が？チャンスは剥落、ここしかない。願い事を叶えてあげるか。違うな。それは自分で掴み取るものだ。曲がってくれ2300。セリフ間違ってんぜ。だな、電車ってのは曲がるもんじゃねえ、曲げるもんだ。戻った。とてもじゃないけどついていけないのは分かってる。だけど少しでも長くこの2000の走りを見せてもらうぜ。
どうだった信彦、関西エリア最速って言われてるダウンヒラーと互角にやり合った感想は。互角といえば互角になるのかな。無我夢中であまり覚えてないんだ。なんか含みのある言い方だな。そういやいつの間に9戦に戻ったんだ。藤原もびっくりしてた。いろいろあってな。ともかくたっぷり見せてもらえたおかげで俺なりに分かったことがある。あの2戦に勝つ方法は一つしかない。